テニスポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。テニスポイントの千葉です。今回は東テニス整骨院の方に来ております。前回までの動画ですが、概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらの方もご覧ください。今回なんですけれども、テニス初心者でもできる、フットワーク強化トレーニングの方を東さんに教えてもらいたいと思います。東さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、じゃあウサインボルトを超えましょう。はい、はい、お願いします。はい、では、フットワークトレーニング、1個目は腸腰筋、はい、鍛えたいので、ワンレッグもも上げというのをやっていきたいと思います。なんかもも上げっていうとね、すごい大変なイメージがあるんですけど、これはただ腸腰筋を鍛えるためだけのトレーニングなので、結構地味です。はい、はい、で、このチャンネルを見ている方なら、どなたでも持っているラケットと水を使って、やっていきたいと思います。これをね、まず、膝の高さぐらいに揃えます。はい、はい、でこれだけだと怒っちゃいますので、お水のっけといてください。でどういうことをやるかっていうと、棒の真正面に立ちます。でこのまんま片足だけ上げて反対側、上げて反対側、左右に突き刺していきます。で地面踏まないように、2ミリだけ残してください。きっちり2ミリ残しましょう。で、突き刺すようにスッと下に、で引き上げたら突き刺す、突き刺す、突き刺す、突き刺すという形で、持ってってあげると、腸腰筋上げるだけじゃなくてクロスに持っていく、テニスでいっぱい使いますよね。このような使い方の、刺激になってきますので、ぜひやってみましょうか。はい、じゃあまず1,2,3,4 で、10回やっていきます。はい、せーの、1,2。あ、ついちゃダメですね。ついちゃダメ、はい、よし、2,3,4,5,6,7,8,9,10。 OK、 反対足いきます。はい、1,2,3,4、引き上げて、はい、5,6,7,8,9,10。 OK、はい、ちょっと左が弱いんだね。弱いですね。OK、 左右差があるので、これでうまく調整してバランスが整っていくように、はい、やっていきましょう。はい、はい、次は、クロスオーバーステップを、やっていきます。クロスオーバーステップも、ラインが必要ですので、テーピング使っていきましょう。と、線を引いたらクロスオーバーなので上側ですね、線の横に立って足をクロスさせて反対側に行って、1,2,3,1,2,3,1,2,3,1。 これを足だけで行くんじゃなくて、骨盤で足を動かせるように横に一歩走るような動きで持っていきます。はい、これをなるべく早く1,2,3,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 
OK、行きましょう。せーの、1、2、3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 、
あと5回いきましょう。1、2、3、1、3、2、3、2、3、3、2、3、4、2、3、4、3、5、2、3、5、2、3、OK! はい、結構疲れるね。結構きます。これ有酸素的にも使えるので、はい、あの代謝よくしていけるし、しっかりさっきこうやったよね、はい、うん、これのクッと引き上げる動きを使いながら、はい、やっていけると、いいと思います。はい、では次は3ステップサイドです。ボレー編の時に3ステップフロントっていうのをやったと思うんですけど、これの横バージョンですね。サイドなので3ステップフロントは前でしたね。 1、2、3、1、2、3、これを、真ん中からスタートして 1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3で、これ全外ライン、ライン、外ライン、ライン、外ライン、ラインで踏んでいきましょうか、はい、これもさっきのもも上げを意識しながら、はい、
やっていくのと、あとこの後の蹴り出しですね、はい、横に飛ぶ、ここから蹴り返す動きを使っていけると、はい、テニスの切り返しなどに使えるので、はい、ぜひそこを意識してみてください。じゃあやってみましょうか、はい、真ん中からスタートして、はい、外、中、中、外、中、中、外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 、3、2、3、2、3、3、3、4、2、3、4、2、3、5、2、3、5、7、2、3、8、2、3、8、2、3、9、2、3、9、2、3、10、2、3、OK、はい、はい、結構疲れるね。疲れますね、はい、このフットワークメニューは結構疲れると思うけど頑張ってください。はい、次はトゥレイズです。つま先を上げる動きね、はい、膝だけ上がってもつま先が残ってしまうとそのまま引っかかって捻挫しちゃうので、つま先がしっかり上がること大事になってきます。この前頸骨筋っていうのを鍛えていくトレーニングになります。姿勢正しく両足揃えたら、はい、つま先クッと上げて下ろして上げて下ろして、これをちょっと早めに、はい、トン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 、地味にね、地味に辛いんですよ。来るね。はい、絵面ではすごく、地味なことやってるんですけど、やってみるとめちゃくちゃ辛いです。これは10秒間ぐらい、やっていきたいと思います。はい、じゃあここに10秒。はい。行きましょう。はい、今日は僕も一緒に。せーの、1。リズムよく、はい、左右差出ないように、はい、早く終わってほしい、はい、はいはいはい、あ、終わった。はあ、10秒でもなかなか辛いので、自分の体力に合わせて、秒数はちょっと制限してみてください。はい、これで全てのメニューが終わりました。東さん、じゃあ今回のトレーニングのおさらいのポイントを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう今回は腸腰筋、これにつきます。しっかり膝を引き上げることですね。膝が上がらないと一歩目遅くなっちゃいますし、最後にやったつま先上げる、この要は持ち上がるってことが大事なので、そこを意識してトレーニングをしてみてください。そうすれば多分いろんなフットワークトレーニング、それぞれの質が変わってきますので、とっても有効だと思います。トゥレイズに関してはもう根性です。はい、ありがとうございます。結構見てる方だけでもめちゃめちゃ辛そうなトレーニングでしたので、まあ、ただねフットワーク、はい、大事だと思いますので皆さん頑張ってやってみてください。今回のこのメニューをサーキット形式でやっている動画が別動画にありますので、実践をする際はそちらの動画を見ながら実践をしてみてください。今回のこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは次回のテニスポイントチャンネルでお会いしましょう。